自動車開発は販売価格やコストを決めた上で、そこに合わせて作っていくのが常識ですが、フェラーリ社はとりあえず作ってから、実車のパフォーマンスや総合フィールから売り値を決めると言われています。フェラーリといえば赤ですが、実はフェラーリ社のコーポレートカラーは黄色なんです。こうなった理由は国際自動車連盟が、国ごとに色を指定する際、イタリアに赤色を割り当てたから、それ以来、フェラーリのマシンといえば赤。F1 でも赤を使い続けていますね。フェラーリの赤って何色でもあんねん。新規顧客の大量獲得に成功したカリフォルニアの名は、アメリカで売りたいという理由でついたそうです。エンブレムのフォントは、ナンバープレートと同じものを使っているんですよ。ポルトフィーノに置き換わった後も、実はフォントは続投しています。さあ王道の登場です。実はラフェラーリは、217マイルにリミッターがかけられています。これは約 349.2 キロですが、カットして踏めばもっと出るんですね。制限した理由として言われているのが、これ以上にトップスピードを上げていくと、ブガッティのベイロンと被るから説、430キロ級の最高速のベイロンと、400キロすら出ないラフェラーリ。これではフェラーリが劣ってるように見えてしまいます。速さや最高速だけで車を判断する、ネットでの声だけがでかい車音痴にバカにされちゃいますね。250GTO が、グループ3のチャンピオンシップに参戦するために開発されましたが、100台はベース車を生産していないと、ホモロゲーションを獲得できないという問題が立ちふさがりました。なんと39台しか製造できなかったのです。そこでズルをしました。合計100台の確認が行われる際、あえて3箇所に駐車場を取りました。1箇所目で約33台が合格をもらったら、2箇所目確認チームとバスで移動するのですが、その途中でフェラーリは確認チームを、ちょっとお茶していきましょうと足止め。その間に約33台の GTO を超急いで改装し、なんとか間に合わせました。車体番号も変えたようです。そこもちゃんと確認されてたんですね。計2回の改装と遅延作戦は無事成功しました。ビッグモーターっぽいけど、フェラーリがやってるとかっこよく見えるのは認知の歪みかな。そんなフェラーリブランドですが、どんな色でもオーダーできるのに、なぜかピンクは受け付けてもらえません。ブランドイメージに合わないからだそうです。つまりピンクのフェラーリが欲しいなら、ラッピングすることになるんですね。ピンク化してイメージを損なうと、ブラックリスト入りするという都市伝説があります。そうでなくても、フェラーリ社の従業員はフェラーリの新車を買えないんです。30年くらい貯金しつつローン組んでもです。なぜなのか。フェラーリの創始者であるエンツォは、どんな車を所有していたのでしょうか。フィアット128。ミニクーパー。これに加えて、330GT2 プラ2という、4人乗りのフェラーリに乗っていたそうです。フェラーリは1台あたりの利益率が、最も高いメーカーとされています。参考程度にフォードが3900ドル、メルセデスが5300ドル、テスラが1万2000ドル、そしてフェラーリは、1台あたり1万9200ドルです。エンツォの社名はエンツォフェラーリなのか、フェラーリ、エンツォなのか、これに対する公式というか実車の答えは、エンツォフェラーリとなっています。F40 は極限まで軽量化するため、様々な工夫がなされました。その中の一つがドアノブの排除。ワイヤーを引いて開けます。またフロアカーペットは存在せず、重いという理由でレザーではなく、アルカンターラ系の素材が使われています。これだけでも相当ですが、実は塗装にもこだわりがあります。この1台を塗装するために、2リットルの塗料しか使っていないのです。ベンツの動画で軽量化のために塗装を剥いだという話をしましたが、こっちも同じくらいの覚悟が決まってますね。ただ飛び石や美観の維持という観点ではあんまりいいものではなかったためか、希望者に追加で塗装の強化を行ったらしいです。それをやっていない、純正の塗装が維持されたレア個体はより高値になります。フェラーリ社は毎年、レース活動に5億ドルを費やしているそうです。これは約700億円に当たります。逆に広告費については、ほぼゼロみたいなものです。私だってショート動画で、プロサングエア 296GTB の紹介動画を勝手に作っています。注目度が高いから宣伝がいらないんですね。これは 365GT4BB です。BB は何の略かって、ベルリネッタボクサーです。ベルリネッタはフロントエンジン、ボクサーは水平対向エンジンのこと。でもこれミッドシップなんですよ。水平対向でもない。なぜこうなったかというと、フランスのモデルであるビリジェッテバードーのイニシャルを名前に付けた後、後からフェラーリっぽい名前を強引に当てたからです。美しき488ピスタの運転席側のドアハンドルは、アルカンターラ巻きの紐です。でも助手席側はカーボンのハンドル。これはあまりにも速すぎるピスタの中で、助手席の人がしがみつくためのもの。F50 は登場時、50万ドルで売られていました。日本導入時は5000万円だったそうですが、カーオーディオはついていませんでした。そりゃそうですよ。こんな音が出るんですから。よくクラウンスポーツと間違えられるプロサングエですが、フェラーリ社はこれを SUV と言ったことはなく、同社初の4ドア4シーターに分類しています。FF も GTC4 ルッソも、今調べたら2ドアでした。フェラーリは各地のディーラーに、3台以上の中古車の展示を禁止しているそうです。新車だけじゃなく、中古の価値も管理しようとしているのですね。
フェラーリ社は自動車開発を自社専用のサーキットで行っています。お買い得だと言われている F430 ですが、エアコン操作系が独特というか、意味のないオフボタンがついてます。 If you have off pressed on, you can turn off the climate control by just adjusting the fan dial to the off position. The fan dial turns the climate control on or off. これはウォッシャー液のポンプ。当時は電動ではなくて、足で踏んでウォッシャー液を出していました。またウォッシャー液のタンクも、プラスチック系の樹脂ではなくバッグを使っていました。812には牽引モードがあります。トレーラーなんか引かないだろって？機械駐車場や積載車用のアラームカットですよ。599にはリアスポイラーがないと思いきや、実はピラー内に埋め込まれているんです。穴が開いているのが見えるでしょう。大人なツアラーの雰囲気に、派手なウィングは似合わないという取り組みです。フェラーリは自動車より、帽子などの関連グッズの方が数が売れています。これはフェラーリ社が、需要に対して、常に供給が不足気味になるよう製造しているから、これは77年の歴史の中で、累積で25万台程度しか生産していないことが示しています。BMW は去年だけで、250万台くらい作ったのに、ちなみにトヨタの累積の製造は 3.5 億台です。1995年の F355 ベルリネッタは、パドルシフトを装着した初の車でした。最初期のオートマということもあり、信頼性に大きな弱点があったようです。さてテスタロッサの初期モデルには、運転席側にしかサイドミラーが存在しないバージョンがあったそうです。プロサングエという名前をめぐって、フェラーリ社が訴訟を起こしました。2013年にとある慈善団体が、プロサングエの商標を取ったのですが、その名を独占できるほど商用利用していないという訴訟理由です。まあ訴訟というか、命名権使用のための法的手続きなのでちょっとニュアンスが違いますがね。そんなフェラーリの証券コードはレース。4シーターである456は、2列目の快適性に配慮してエアコンダクトを設置しました。ドアの後端に、配管の都合らしいです。前閉もできるようですね。フェラーリのエンブレムには縦長のバージョンと、縦のバージョンがあります。縦長は市販車に、縦はレースカーに貼り付けているとされていますが、大抵のフェラーリには、どっちのバッジもついていますよね。フェラーリは法律で禁止されるまで、ガソリン車を作り続けると明言しています。今でも2ストロークのバイクが競技専用車で売られているのを見るに、禁止されても競技専用として出しそうですがね。1987年の発売当時、F4K は201マイルという最高速度で、最速の市販車としての称号を手にしました。それ以前はポルシェの959が、198マイルという記録を持っていました。別のショート動画でも言いましたが、フェラーリ 250GTO は芸術品であると裁判所に認められていて、キットカーやレプリカなどを無許可で作ることができなくなっています。市販車で初めてのことです。2001年に、試験のためにロッソレッドの塗料を、容器に詰めて火星に送ったそうです。今は公式サイトにて、こだわりの塗料はフェラーリにふさわしい耐久性を持っていることを、説明する要素の一つになっています。実はフェラーリ初の V6 は最近出た 296GTB ではなく、この1967年スタートの D のなんです。ついでに同社初のミッドシップ。この V6 エンジン、実は創業者の兄が病気で亡くなる前に構想していた、バンク角65度の DOHC。ディーノという名前も、彼の兄のあだ名なのです。実はフェラーリのエンブレムにも、創業者たちの個人的なエピソードが入っています。さてこの方はベネデット・ディーニャ。今のフェラーリ社の CEO です。彼は工場の作業員がフェラーリに乗ったことがないと知ると、サーキットに招待して実車を走らせました。XX プログラム、名前にエボダの X だのがつくえぐいフェラーリたちは、フェラーリ側からのオファーがないと買えません。そのオファーというかフェラーリの内部審査に通るための条件は、競技専用モデルのフェラーリを、最低数台は持っていること。競技専用というのは、多分買った後に乗りこなせるか考えてのことでしょう。ラフェラーリの FXX系は3億円以上と言われていますが、倍の6億あってもカッテージするには足りなさそうです。このハードルを乗り越えて買えば、専用のサポートチームのフルサービス付きで、サーキット専用のフェラーリを運転できます。フェラーリのオプションはご存知の通りバカ高いですよ。このスクーデリアバッジをつけるだけで18万ドル。ドアハンドルをカーボンにするだけで4200ドル。内装をフルカーボンにすると、日本円で500万円分の追加料金となります。フロアマットだけで1300ドル。アップルカープレイは4000ドル。そんなオプション内容を載せたオプションプレートだけで、追加の2000ドルです。一部のサーキット特化モデルにはアームレストがついていません。常に両手で集中してハンドルを握ってるよね。458をネットミーム仕様にラッピングした人がいましたが、フェラーリはイメージを損なうとして、ラッピングを剥がすか売却するようオーナーに迫りました。そこでランボルギーニ社割り込んで、今度は裏缶バージョンのネットミームカーの誕生です。これはエアバッグ関連の注意書きですが、大文字のフェラーリの中に、大きい文字と小さい文字があります。動画時間が長くなりすぎるので、今回は一旦ここで区切らせていただきます。みんな大好きなフェラーリ、深いストーリーがありましたね。これからも車の雑学や様々なコンテンツを作っていきますので、チャンネル登録や高評価で応援をお願いいたします。
次は BMW にしましょうか、トヨタかホンダにでもしましょうか。それでは、ご視聴ありがとうございました。